저기 변호사님. 실례가 안 된다면 왜 변호사를 그만두려고 하는지 물어봐도 될까요? 아. 저번 사건 이후로 사직서 내셔서 걱정했어요. 현장 조사 나갔을 때제 후배가 변호사님한테 실수했던 것도 자꾸 생각나고 마음이 무겁더라고요. ピンガンジウヨ。今回はウヨウ弁護士とジュノの会話のシーンですね、を持ってきました。ここを緩和とっていいますよね。ウヨウの友達のドングラミ。どんぐらみって なかなかないんですけど、名字が飛んで、名前が暗ミなんですよ。ちょっと、考えられない名前なんですが、まあまあ、上尾の友達がトんぐらみが、関和に行ったら、泣チョが綺麗だよと。泣チョっていうのは夕日ですね。夕日が綺麗だよっていうので、まあ、こちらに来てますよね。で、本題に入りまして、 このセリフですね。信頼が安된다면、왜변호사를그만두려고하는지물어봐도될까요ですね。信頼が安된다면、迷惑じゃなければ。これはすごく丁寧でいい表現なので、韓国に旅行に行った時に使っていただけるといいかなと思いますね。信頼が安된다면。信頼自慢っていう言い方もしますよね。왜변호사를그만두려고하는지。 왜 변호사를辞めようとしているのか 물어봐도 될까요? 聞いてもいいですか?〜してもいいですか? 물어봐도 될까요? 봐도 될까요? 이것은 기억해두시면 사용할 수있 저번 사건 이후로 사직선하셔서 걱정했어요 현장 조사 나갔을 때제 후배가 변호사님한테 실수했던 것도 자꾸 생각나고 마음이무겁더라고요ここすごい長いですが、現장調査流すって、ジェフベが변호사님한테실수했던こと도자꾸생각나고、마음이무겁더라고요えー、現場調査に出かけた時に、後輩が失礼なことしてたのもよく思い出すし、すごく気になっていました。っていうことなんですが、いくつかポイントがあって、まず、변호사님ですね。변호사님って、 皆さん、よくドラマで聞いたりしませんか任務をつけるんですよ。例えば、孫仙人とか、運転手さんにも任務つけますね。儀三人とかね。任務つけることによって、まあ、敬語になるっていうようなことですね。あとは、指数肌。指数肌ってミスするっていうことなんですけど、でも、こういう時にも使えますね。要は、失礼なことした。 まあ後輩がやってたのってミスではないですよね。自閉症。だからボランティアまだやってますかみたいな話をしてたじゃないですか。なので、それはミスっていうよりは失礼なことをしたという時にも使えますと。あと最後は、マーみぶゴッタですね。すごく気になっていた。マーミブゴッタった。まあ、なので、長いんですけど、すごく使える韓国語が多いので、 오버에떼오크이2기까지 마쌤. 제가 변호사 우영으로서 일하고 있을 때도 사람들 눈에 저는 그냥 자폐인 우영우인 것 같습니다 제가 변호사 우영으로서 일하고 있을 때도 사람들 눈에 저는 그냥 자폐인 우영우인 것 같습니다 좀더 나가있는데 쓰 えー、私が弁護士として働くときも、他人から見る私はただの事衛所のうようのようですと。うんまあ、難しいのはないんですけど、うよう因果かすみだっていうのは覚えおくといいかもしれないです。うようのようです。なので、これは、名詞に使いますよね。えー、と例えば、サラミンゴかすみだ。人のようですとか。 なので名詞プラス因ゴカスミナで「何々のようです」っていう意味になりますねこのシーンはねちょっと悲しいですよねまあ私たちのブルースの見てますかね皆さんあの4億のお姉ちゃんの「4匹」っていうの出てましたよねその時もねあの自衛省の方出てまして 最近韓国ドラマでよくこういう、えっ、ー、と、方々を取り上げてくれてんなと思いながら、周りにあんまりいないんで、すごく考えさせられますね。私、気をつけなきゃいけないなと思っちゃいます。ジャペイン・ウヨンウォンは、カクトギ입니다。같은편하면저요。내가끼지않는게더낫습니다。 こういうの言われたらねこの表情になりますよね、まあ、今日のタイトルでもある「チャッペンウヨウの格闘技見だ」の意味は自衛所のウヨウはえっ、ー、と「格的ですと「格的皆さんご存知ですか焼肉に行くと韓国のキムチとして出ますよねでこれどういう意味かというとイカゲームを見てる方は多分あの分かると思うんですけど 二人チームの時に、一人しか残らない時に、その一人って韓国ではガットギって言うんですよ。なので、二人二人でチームになるのに、一人しかいないと、当然負けますよね。だから、勝手に票の波面上って言うんですよ。同じチームだと負けますと。寝が聞いちゃうんけど、なすみだ。私が入らない方がいいですっていうことになっちゃうんですよね。なので、まあでもゲームでは、 どうしようもなくまあ一人になる場合ってあるじゃないですかなのでそんな悲しい言葉ではないんですがウヨウが言うとね悲しくなりますね나는변호사님이랑같은편を하고싶어요변호사님같은변호사가 いいジュノはいいこと言いますね。なぬん변호사님이らかてん편をほしぽよ。ぼはあなたの味方でいたいですと。味方になりたいですと。うん。かてん편っていうのは味方ですね。 なので、하고싶ポヨ、なりたいです、になっていたいですっていうことですよね。あと、변호사님같은변호사が내편을들어주면좋겠어요ですね。あなたのような弁護士が僕の味方になってほしいですと。そりゃそうですよね。ね。右翼弁護士みたいな人がね、自分の味方だったらもう もう欲しいものはないですよ。ね。<laughs> えっと、最後に、えー、っと解説すると、ぴょぬるてダだーっていうのは味方になるということなので、これは覚えておくと便利で、便利に使えます。どちらにしても、この二人の恋の行方はすごい気になるところで、いよいよね、来週、あの、この二人のこう恋の行方がわかるような、 予告編が出てたのですごく楽しみながら来週を待ってたいと思いますね。はい。ではまた。